そう、なんか私がさ、いずめこさんに無理やりかぶしたかと思うし違う違う、なるべくなつきちゃんに三谷引いてねって言って、なれそめはジーコールサロン、ごたん、うん、覚えてる、うん、で、そこがおしまいになるので、静香ちゃん、下山静香ちゃんと、うんうん、なんかなんだっけ、しゃべり、そう、しゃべりのエスペインの なんとかを なんかそう連弾で、それがすごいかっこよくて、あとその、あのソロでベートーベン、あ、そうです、ベートーベンの告別を聞いたんだよ、三角形、はいはい、デシピアノで、デシピアノでね、そう、デシピアノなんでそれ本当にね、なんかこうシャブリエの感じと、うんうん、そのベトベンのカチッとした感じは両方できるので、すごいと思って、もうすぐなんかね、あのお願いしていろいろやってもらったんだけど、はい、プログラムはあのラベルのハバネラと、それからデビスのリンダラハ、それから、うん、ま、あのその2つ あの作曲家のスペイン絡みの作品で始めるんですけど、いわくがありまして、うんうん、あのまずラベルの耳で聞く風景っていうのがあの初演されて、でその時デビスは気に入ってて、ですごくあのその中のハバネラっていう曲をすごくいいと思って、それであのラベルまだその新人だったから、デビスが来て尊敬する大作曲、君とてもいい曲だから譜面を貸してくれたまえって言って、あのラベルはいってと渡したらデビス返さなかった。そして1903年にあの版画の、グラナダの夕暮れっていうのは発表された時に、うんうん、ラベルは自分のハバネラのアイディアが盗まれたと感じたんですね。でも我々が弾くそのリンダラハっていう、それは1901年なんですけど、我々のデビッシュの生前未発表で、実はこっちの方がさらにクリソツ でそれを聞いてたラベルめっちゃ激横になった激横です激横激横あとイベリアもその、これは管弦楽のための演奏の、オーケストラ曲をあのカプレっていうデヴィッシのとても親しい友人があの編曲したものなんですけど、この2楽章もなんかあのハバネラ、うん、かなり出てきますよ ね、うん、かグラナダの夕暮れっぽいところも出てくるし、うん、すごい似てる。あ、これはあのなんていうんだろう、まあ、セルフコピーで、あとあのデビッシー のイベリア1908年で、その2年後に書いた、ピアノのための前奏曲集第1巻の、途絶えたセレナーデ、うん、それ あの真ん中タカ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 っていうのが実はイベリアの三楽章の出だし、はい、まあ、私がセコンドで最初はこうやってで、私がピッ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 とチラッとすごいあのここはそのなるべくなつきちゃんに悪い子ダダッコみたいに弾いてねって言ったんですね、なんかなんだわがままな子供みたいに、いやいやいや、まあ結構得意なのでそういうのが、はい、あとは、白と黒でっていうのはあのこちらシリアスな曲で、あのスペインの画家のゴヤっていうののカプリチョスっていう、まあ、すごく悲惨なあの市民たちの様子を描いた、そのカプリチョスっていうのをデビッシーが買ってすごく感銘を受けて、で最初その、カプリスっていうのはカプリチョスのカプリチョスはスペイン語、うんうんうん、でカプリスのフランス語で同じことなんですけど、あのこの白と黒でも最初は 白と黒でのカプリスって呼ばれていて、それがまあだんだんあのカプリスが取れて白と黒でやったのがスペインが、うん、そうですね、はい、で最後 あのミオの屋根の上の牛は、うん、あのラテン、そうだね、そうですね、そっち あのリズムの曲で、でもフランスの作曲、まあ、ミオは、ね、スカルムシとかもあるからわりかし、ね、うん、そっち系のリズムの曲も多いですけど、これはそうリズム的にはラテンだけど、やっぱ雰囲気はすっごいっす、フランスって感じ、なんて盛り上がってるけどちょっとスカしてるみたいな感じが、スペインに憧れたフランスの人の作った曲っていう感じで、やっぱりなんかそのスペインそのもの中、まあ、スペインに生まれちゃったらそれが普通すぎて分かんないみたいなことってあるでしょ。あ、そうか、だから要するにスペインにインスパイアされたフランス音楽を聞くと、うん、その違いが逆に分かるみたい、うん、そうやっぱりスペイン人が作ったスペインっていうのとはまたちょっと違うなっていう、でも私なんかほらスペインに憧れてる北海道人だからさなんていう
ていうそのすごいフランス人の人たちの気持ちが分かって、こうなんかそうだよねっていうなんかなりきれないけどそういう感じで行きたいよね、でも自分たちのものも大事にしたいっていう感じがすごい、やっぱスペイン人が作ったスペインの曲弾くのともまたちょっと違うなと思って、すごい面白いですね、うん、でまあ、あのね、2種混合なので、うん、そうです、混合混ぜて混ぜて混ぜたこうなりましたみたいなの9月18日にノリノリでいきます、うん、お届けできたと思いますので聞いてください、これをかぶるのかな当日もこれはこれこれなんでしょこれはそこの振りはなかったどうして2個もあったのかな、これはね、見ようの時ぐらいの私じゃない